皆さんこんにちは。いつも当麻町の応援ありがとうございます。今日は一人から始まるんですけれども、今回もですね、スペシャルゲストの皆さんに来ていただいてます。それではどうぞ。イエーイ。本日は当麻中学校2年生の皆さんが職場体験に来てくれました。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そして今日作るお料理は、長谷川農園さんのお米、こちら採れたての雪さやかの新米と、あとこちらですね、野菜見せてあげてください。はい、相馬ファームさんの美味しい野菜を使ってカレーを作っていきたいと思います。はい、それでは皆さん準備はいいですか。いきますよ、クッキングスタート。それでは材料のご紹介です。まずはじめに長谷川農園さんの雪さやか、今年採れたての新米になってます。はい、それと次が、当麻町相馬ファームさんのお野菜、彩りたっぷりの野菜を用意していただきました。じゃがいももですね、すごいいろんな色のじゃがいもが入っています。これはどうなるか楽しみですね。はい、で次にカレー粉、はい、一箱用意してます。いいですね、グーいいですね。はい、でその次に鶏肉 400g ご用意してます。何センチぐらいあるんですか。持ってきてくれた農家さんがね、これすごい色してるからみんなで楽しんでねって言ってたんだよね。そう色味を楽しんでね。さあ、美味しそうなのができましたか。はい、では完成です。イエーイ、完成です。はい、それでは美味しいのができました。ではいきますよ、皆さんいただきます。いただきます。どうですか、カレーの味は美味しいですか。美味しいです。美味しいですか。先生どうですか、お味は。ホクホクしてて美味しいです。おー、ありがとうございます。本当にホクホク、いやでも柔らかい。はい、それでは今回もとっても美味しいカレーができました。美味しかったです。いやもうですね、中学生の手際の良さがすごすぎて、私たち何もしないままカレーが出来上がりました。せっかくなので今日の感想ですね、一人ずついただきたいなと思います。お願いします。当麻のお米が美味しくてカレーたくさん食べちゃいました。イエーイ。当麻の特産品を使った料理ができてとても楽しかったです。親のありがたみが分かりました。おー、すごい。今回のこの経験を得て近い学校の調理師とかに行かせていただきました。行かせてください。はい、では今回もとても美味しい料理ができました。また次回楽しみにしててください。ありがとうございました。